さああのー、今、お話しいただいた通り、まり、あ、もちろん山田さん、ここに立つにふさわしいぐらいジョーカーのファンでもいらっしゃるんですけれども、はい、実は、ですね今日ご登壇いただいたのにはもう一つわけがございまして皆さん、前方のスクリーンにこちらですね、ご注目ください、ああ山田さん、ちょっとこちらの方でご覧いいたただきたいと思います、はい、今回の裁判で精神障害による無罪などあり得るい市民を5人も殺してる、さらには。 異常な暴力をあがめる模倣犯による犯罪の波がわが町のみならず、全国に広がっている、破壊行為、放火、被害額は3、い、0万ドルご覧いただいておりますり、まあ詳しくは、ね、本編でご覧いただきたいんですけれども、山田さん、お戻りいいただきましょうかうはい、なんと山田さん、映画、ジョーカー2の日本語吹き替え版にご出演決定でございます。 おめでとうございますいやなんかあの知らないふりしててすみません <laughs> 詳しく申し上げますとめっちゃ取っとるじゃないかっていう,うな今の,あのどのたのセリフかと言いますと山田さんの役柄がですね法廷でジョーカーと対峙してジョーカーを追い詰めるケンジハービーという役柄でございます山田さんとうとう吹き替え来ちゃいましたよいかがですか いやねあのー、もちろん、あのー、好き好き言う,もの言うことって、まあ、大事だと思うんですけど、あのー、な何ていうか好きすぎると本当にリスペクトが勝ちすぎていやいや俺なんかがやっちゃだめだみたいなっていう思いがすごく出てくるんですけどそりゃ好きな好きだ好きな作品に出られるって、まあ嬉しいに決まってますよね。<laughs> まあでもしかも ハービービって、まあま,あま,あまあ、まだこちら始まってないですけどあの、ね、どん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 先行けばあの「ハービーデント」って言ったらあの役ですから DC コミックスで言うとだからそういったちょっと「あのえ今後もいろいろあるんですか?」っていうところも思わせるような。 なんかそんな役どころにあの任せていただいて本当にすごい嬉しかったですしもうジョーカーの世界観に入れるっていうのが、あのー、まず本当に嬉しかったですね。はい